覚えていらっしゃいますか？ スーの絵を描いてくださったこと、スーを抱きしめてくださったこと、スーはご主人様のぬくもりを覚えています。でもスーは苦しい、そんなつもりじゃなかったのに。ご主人様がいて、永源寺様がいて、橘様がいて、源様がいて、毎日毎日が楽しくて、ただそれが幸せだっただけなのに、みんないなくなってしまいました。ご主人様、ごめんなさい。スーはあのまま9月が来ても平気でした。残りが少ないのは分かっていたし、その前にまた新しいご主人様にお会いできただけでもよかったけれども、またご主人様をつらい目に遭わせてしまった。スー、どうしたらいいのかわからないです。話したらきっとご主人様はスーのことをお嫌いになってしまわれる。スー、本当のことを話した方がいいですか？話しても、スーのことを好きでいてくださいますか？スー、怖いです。でもご主人様がかわいそう。スー、ご主人様を元の世界に戻してあげたい。
Thank you.
ご主人様、そっとご主人様につぶやいてみる。もちろんお返事はない。ご主人様はもうすっかりお休みになっていらっしゃる。こんな風にご主人様のおそばにいるのは何週間ぶりだろう。初めてご主人様の枕元にお邪魔して手を握ったあの日以来、ご主人様の手、温かい。知れません。今日何か言いかけてお辞めになったもの。スー、やっぱり黙っているの辛いです。でもお話しするのも辛い。きっと嫌われてしまうからごめんなさい、ご主人様。スー、ご主人様に嫌われても仕方ないです。だってそういうことをしてしまったから。スー、決めました。明日ご主人様に本当のことをお話しします。それで嫌われてもスーは構いません。でもお花を取ってきてなんて言わないでください。ずっとずっと生きていてください。ずっと元の世界に戻るまでは。ご主人様、ごめんなさい。花、ごめんなさい。主人様、お茶です。ご主人様のことを考えると笑えないです。そんなこと
ません。でもいいえ、Thank you。